はいどうも、スーチャンネルスーです。現在私はですね、香港の方に来ております。はい、これで今から、空港からね、ちょっとバスで移動してヤムチャの方を食べようと思ってます。はい、そんな感じで、移動しております。早速ね、お店の方に、入ってきました。こんな感じでね、日本語メニューもあるんで全然大丈夫ですね。めっちゃお店の人親切で、もうすぐに席に座れって言われて、で、こんな感じで、中国茶が出てきました。こちらはね、サービスだと思います、うん、今とりあえず3品ぐらい頼みました。はい、そんな感じです。お店の中はね、こんな感じですね。めちゃくちゃ広いですね。これがね、あと2フロアぐらいあるんで、結構な人数のお客さんが入ることができそうです、はい、今回ですね、私はこのマーラカオってですね、中国式蒸しカステラと、あとはこの大根餅ですね、大根餅とエビの米粉皮包み、この3つをとりあえず頼みました。まあ、あとね、いろいろちょっとまだ食べたいのはあるんですけど、ちょっとね、1人なんで量が多いと困るんで、これぐらいにしときました。本当はね、もう一人の人とちょっと一緒に行動する予定だったんですけどね、さっきちょっといろいろ予定が変わって別々の行動になってしまったので、とりあえず今一人で朝ヤムチャしたいと思ってます。食べたかったマーラカオ来ました。めっちゃ暑いです。こんな感じですね。うん、あっちゃあっちゃ、めっちゃ美味しいですね。日本で食べるマーラカオみたいな蒸しパンみたいなやつとは味が全然違いますね、美味しい。何気にね、この中国茶もめちゃくちゃ美味しいですね。はい、これもおかわり自由みたいで、なんかみんなどんどんおかわりしますね。結構量があるんで、まあ、僕的には大丈夫なんですけど、すごい美味しいです。はい、次が来ました。こちらの大根餅とエビのもち粉皮包みってやつですね。大根餅がこのお店のね、結構みんな頼むやつっていうか、まあ観光客がだと思いますけど、すごい美味しいってことで食べたいと思います。こちらですね、箸がね、すごいでかいんですよね、美味しい。もっと大根かと思ったけど、普通にお餅みたいな、美味しいです。こちらのタレを
こういうにかけてね食べるらしいんで、日本だとつけて食べそうですけどね。わすごいな、すごいプルプルです。これはめちゃくちゃうまい。これはめっちゃうまいですね。こんな日本で食べたことない味ですね。味は中華なんですけど、この食感とかが初めてかもしれない、うん、なんていう料理なんだろう。エビの持ち皮包みって書いてあるんですけどね、多分なんか正式名称があると思うんですけど、あ、めっちゃ美味しいです。はい、そして締めはこのね、マンゴープリン、すごいんですよこれ。でかいんですけど、このマンゴーの上に生クリームとね、マンゴーが混ざったソースがかかっててね、すげえうまそうです。はい、それではね、最後のデザートのマンゴープリン、おお、すごいな、すごいです。うん、今まで食べた中で一番美味しいかも、このマンゴープリン。おお、めっちゃうまい、すごいマンゴーの味が濃いっていうか、うん、うん、分かります、この濃さ。もうプリンなのかマンゴーの実なのか分からないぐらいどっさり感がありますね。めちゃくちゃあとクリーミーです。はい、ということでもう大満足ですね。朝からもうこれ全部食べましたからね。うん、まあ、あとねちょっと値段がよく分かんないんですよね。めちゃくちゃ高くはないとは思うんだけど、何も今考えずに、まあ考えずにというか一応考えてはいますけどね、自分の食べたいものをこう何個か食べて、今自分は4品食べました。はい、ぜひともね、香港に来たら、まあ、ヤムチャ食べる人多いと思いますけどね、このロンドンレストラン来てみるといいと思いますね。はい、雰囲気も抜群に味わえるのでいいです。はい、非常に美味しかったです。はい、ということで、大満足です。もう朝からお腹いっぱいですね。本格的なヤムチャを食べたのは初めてだったんで、感動しました。結構ね、癖とかもなくとても美味しかったです。ぜひともね、香港に来たらこのロンドンレストラン来てみるといいと思います。なんかミシュランかなんかに、ね、載ってるんですよね。全然詳しくは分かんないんですけど、僕のね、チャンネルのリスナーさんのナオミさんって人がここの紹介する動画を上げてまして、僕はそれをね、見てね、あ、食べに行きたいなと思ってて、ちょうど今ちょっとね、用事もあったっていうのがあって香港来てるんで満喫しました。本当に良かったです。まあそんな感じで今回このただね、ヤムチャを食べるだけの動画なんですけど終わりたいと思います。この動画がね、良かった、参考になったと思ってくれる方、高評価グッドボタンの方よろしくお願いします。またね、チャンネル登録、インスタグラムのフォロー、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。あと LINE やってますんで、 LINE の登録もしていただければ嬉しいです。はい、そんな感じで終わりたいと思います。以上、スーチャンネルスーでした。バイバイ。